ザクセン・ゴータ自由州は、1918年のドイツ革命で、ザクセン・コーブルク・ゴータ広国の君主制が廃止されて、成立したドイツ国の自由州である。1920年5月1日に、他の駐輪原商法6州と合法して、駐輪原州となった。当初は、ゴータ共和国と合した。1918年11月9日、ゴータ広議会副議長。 ビルヘルムボックが、ゴータ中央広場で、ゴータ共和国の樹立とカール・エド・アルト公の敗因を宣言した。11月14日には、ゴータで最後のザクセン・コーブルク及び、ザクセン・ゴータ合同議会が開催された。ここで、カール・エド・アルト公は、退位を宣言し、議会は解散した。この際、ザクセン・コーブルク公国とザクセン・ゴータ公国は別の、道を歩むことが確定した。 オットー・ガイトナー率いる豪太郎兵レーテ評議会は、ザクセン豪太公に代わる統治体制を構築していった。11月30日の郎兵レーテ評議会、代表者会議の後、行政権が、州政府、人民代表評議会と称する3人の、豪太州人民委員、ビルヘルム・ボック、エミール・グラボー、アドルフ・シャウダーに引き継がれた。ボックは、翌年2月上旬に辞任し、 アルビンテナーに交代した。1919年1月23日に人民代表評議会は豪太衆議会選挙の投票日を2月23日に決定した。選挙ではドイツ独立社会民主党が絶対多数を獲得した。選挙期間中の1919 19年2月18日にはメルカー将軍率いるバイマル共和国軍が豪太を占領した。これは バイマルでの国会開催に対する武装放棄を準備していた疑いによるものだったが、占領に対して労働者らはゼネストで対抗した。1919年3月26日、シャウダー、グラボウ、テナーの3人は新たに選出された衆議会からそれぞれ10票、内市発票を得て、州政府メンバーに選出された。1919年4月12日、コーブルク及び ゴータ自由州の地域問題の管理に関する州条約が締結され、ザクセンゴータとザクセンコーブルクは正式に分離され、1826年から続く合同が解消された。カール・エド・アルト公が所領の喪失に対する保証金1500万マルクを拒否すると、1919年7月31日には衆議会がゴータ区下の相続財産、 リヒテンベルクの信託遺贈、エルンスト・アルベルトの信託遺贈、シュマルカルデンの森林及び、家領の没収に関する法律を採択した。これはドイツで唯一成立した、君主家の財産を収容する法律だったが、1925年6月18日の内秘裁判所判決で違法とされて廃止された。1919 19年5月28日には、 超党派的な指示で、中林原諸法の統合に関する共同体条約が承認された。ヘルマン・ブディルが起草した、州憲法は1919 19年12月23日に、コータ共和国の暫定統治に関する法律として、可決された。夏に出されていた草案では政体を、レーテ共和国としていたが、ここから大きく修正され、人民代表評議会という用語にわずかにレーテの、 影が感じられる程度になった。1920年3月のベルリンでのカップ一気に連動してドイツ独立社会民主党を率いるザクセンゴータ自由州政府はゼネストを呼びかけた。この際、武装した労働者がゴータ刑務所を襲撃したため、1920年3月13日にエアフルトのバイマル共和国軍部隊がゴータに投入された。これにより一時内戦状態になり、 ゴータでは衝突で100人以上の死者が出た。3月18日にバイマル共和国軍部隊は一部を残してエアフルトに撤退したが、3月20日にはマールブルクの部隊がゴータに投入された。メヒターシュテット村では労働者15人が軍部隊に射殺される事件が起きた。3月26日から31日には別のゼネストが起きた。州政府に反発する。 右派政党の衆議会議員8人が、衆政府の辞職を要求して、職務を放棄し、最後には、自らが辞職することで、衆議会を定則する割に追い込み、衆議会選挙を実施させようとしたのである。衆与党のドイツ独立社会民主党はこの議員らと、交渉したものの解決せず、3月31日には、野党が違憲状態にあるとして、 中央政府の内省に陳情がなされるに至った。これを受けて4月10日には、中央政府から来避執行が宣告され、国家弁務官にビルヘルムホレが就任した。また、衆議会解散と衆議会選挙の実施も決定された。このような状態の中で1920年5月1日に、中輪元州が成立し、ザクセンゴータ自由州は、その一部となったが、自由州政府は、 中林園衆議会選挙までは活動するものとされた。中央政府に陳情した一方で、ドイツ独立社会民主党が抑えている人民、代表評議会は国家弁務官に協力する姿勢を見せなかった。このため、1920年5月10日に、衆参議ビルハルムとムルターは官僚政府を設置した。5月30日の地区議会選挙で、 ドイツ独立社会民主党は過半数割となり、6月15日に右派政党を中心とする地区政府が成立して、チューリンゲンローソン同盟のマックスハイン、ドイツ民主党の夫をリーベトラウ、ドイツ人民党のドイツ人民党が人民代表に選出された。しかし、この地区議会もドイツ独立社会民主党の議員が7月からボイコットし始めたため、 1921年1月7日に解散した。1921年3月6日に新たな地区代表選挙が行われ、市民政党であるゴータ共同同盟が過半数を抑えて第一党となり、マックス・ハイン、オットー・リーベ・トラウは再任、ドイツ人民党はフリードリ・ヒフェファーに変えてヨハネス・ラッシュを送り込んだ。1920年12月9月に成立した。 移行期間における宮中林言処方の管理に関する法律により、1923年4月1日までは移行措置として、地区議会及び地区政府が行政を担うこととされており、その日までこの地区代表が活動した。ありがとうございます。